それではこれからノンシュガーナロレイナの記者会見を始めさせていただきたいと思います。4月22日に日曜日でしたので、そちらで3周年ライブを行わせていただきまして、ノンシュガーカタカナ表記から、ローマ字表記になりました。最初に星がついて英語表記でノンシュガーっていうことになったんですが、3年間やってきて4年目から、また新たに、もう一回頑張るぞっていう意味を込めて、そして今までのままじゃいけないということでノンシュガー変わろうっていう意味で、表記を変えました。そして最初に星がついてるんですけれども、5人が、ノンシュガーを続けるっていう道を選んだということで、5人でこれからやってやろうっていう意味の五角形と、唯一無二のグループになりたい、一番になりたい、一番星を取ろうっていう意味を込めて星がついています。ノンシュガーはノンシュガーっていう無糖っていう意味がありますので、6月10日無糖の日にノンシュガーショーかっこ定期ライブがあります。夜8時新宿角座にぜひお越しください。ありがとうございました。